トメ園は中国にある有名な古典園林であり、江南の歴史ある町蘇州の州止め池六に位置し、園内の建築は成功を極め、奇跡が多くな高い。1961年、トメ園は中華人民共和国国務院により最初の中華人民共和国全国重点文物保護単位の一つとして公表された。1997年、 ト名園を含めた蘇州古典園林は世界文解散として登録された。ト名園は蘇州古城の西北にある門の外側に位置し、秋代の万歴21年に創建され、当時すでに太木寺小京を面貫されたジョヤス時が石畳名校の修自身を招いて設計建築させた個人庭園として東園と名付けられた。新大の佳境3年。 劉博氏が荒れ果ててしまった東園旧市の基礎上に改築し、竹色清志館、箱木吉壁をもって、関壁層と命名し、同時に遠主の姓となる劉によって、劉園とも呼ばれた。同校3年より、園林は民衆に対し解放され、有名な観光名所の一つとなった。しかし、太平天国の乱の際に、戦火や管理不足によって、都め園は、 次第に荒れ果てていった。同地十二年、湖北安ゼ地である森安氏がこの円林を購入し、3年を費やして大規模な増築改修を行い、高所二年についに落成し、しかも流園と同音の都名園と名を改めた。しかし、この後の日中戦争の期間、都名園はまた捨て置かれ、花し式に至っては、軍隊が馬を養う場所にまで成り果てた。 中華人民共和国成立後にようやく、蘇州市政府がこの庭園を引き継いで修繕を行い、1954年に再度一般に開放された。現在、北京の岩園、聖徳の秘書山荘、蘇州の津田な園と並んで中国、四大古典園林とされている。都名園は建築物が多種多様で、奇跡が多く、近代や古木などの配置などを持ってして、 等を得て名高い遠輪の規模は比較的大きく、総面積は約三万平方メートル以上で、中、東、西、北の四つに分かれ、中の部分が元々の寒壁残層にあたり、その他の三つの部分は森安氏によって拡張されたところにあたる。四つの区割りのそれぞれが違った特色を呈しており、建築物群を利用して各景観をへがて、 同時に、また格子窓を通して、景観を相互に結びつけており、極楼を設けて、前円林の各部分をつなぎ合わせている。極楼は勢いに従って変わり、時に山陽をよじり、時に水際をあぜき、異曲折して、全長が704メートルである。牢壁は、竜広氏が収集した300余りの歴代被告を、さらに増願し、都明縁法上と称され、 その中で秋代の投函作が刻んだ王義氏、王剣士夫氏の二王法上が最も有名である。登米園の最も有名なものは多彩な火山奇跡で、ジョヤス時、リュ氏、森康氏ら三人の主な演手が共に石を好む役人であった。登米園で歴史上有名な奇跡である随雲本は、剣匠木の絵をごみなみしく、匠な功と褒めたたえられ、 江南三大名石の一つを成し、北宗の起層時代の化石綱の遺物であり、古州の投資所有に属し、後に陶氏、投資が、スト時との婚姻によって、親戚となり、ジョーヤスト時が石を好むことを知って、ついでにこの石を嫁入り、道具として送り、東園に置いたことが一時の川として伝えられている。真の建四十四年に、随雲法は、蘇州内の折蔵書、 最後区内に移され、元の場所には補うように一つの石を立て、やはりズユンと名付けられたが、死体の違いは甚だしい。新末に、森安氏がこの演輪を手に入れ、自身の三人の孫娘らに、トめ縁ンミの名前を与えたが、その中の随ユは早くしていき、森安氏は、すなわちズユンミ現物に膝のいたすところと思い、怒りのあまり、この峰を叩き砕いて、ゆえに、 今わずかに断石を合わしている。そして、関壁残草の修復後、劉広氏は、造形優美な十二の太鼓石を失え、慶塾玉女、棒、青芝、瑠疫、一雲、陰月、猿、景観、払い袖、先手の平ら、干などと名付けられ、しかも佳境七年に、画家の大学広氏を招いて、関壁草十二宝図を制作させ、 現在、上海博物館に収蔵されている。家庭また市村都名園の中部が、もともとの寒壁山層にあたり、前園の成果であり、山水をもって、勝ちとなす。水池が、中央におり、小さな蓬来島があり、極境をかけ両岩と連接す。周囲は、土質火山、名出楼、寒壁山房、危機,危機貢献、家庭、雲水閣。 清志風地等を艦らしい水に臨んで気づき桜区として松室あり。艦壁参謀は主張で広々した三つの間であり座南町北をなしている。広間の前には広くゆったりとした月圏台があり、二の花の池にちなんで二課町と呼ばれる。名室楼の西が主張と接し、遠くから眺めると両者の形がいそうのが棒のようである。 新風地下に来て、水波起こらずという区よりは、池の東北の角にあり、西を向いて開け放たれており、魚の干渉に最適である。池の東岸は、止め園の東部となっており、多く庭員が建てられ、それぞれ、ご法船館と臨船機広市の館を各としており、東西に並列され、配置が緊密に結びついている。この建築物の外観は華麗で堂々とした造りとなっており、 内部は広々として明るく、装飾と陳列した品物も、また相当に成功で美しい。主長の五宝船艦は、江南の沿林の中で最大の長道であり、面積の広い五つの間からなり、楠木を柱にし、俗に楠木のと称する。広間の中は、各線によって、幾重にも空間が仕切られており、周囲はいくつかの広間敷地に囲まれている。 臨戦期広氏の館は、またの名を、円王朝と呼び、室内は屏風によって、南北二室に分け隔てられ、南室は、月夜は雨やび、北室は、長廟が胸、風格は大層形邸、従ってこの名を得ている。その北の庭は有名な冠雲法、随雲法、九気雲法からなる、都名園未部であり、その中の冠雲法もまた、北宋時代の化石綱の遺物であり、 高さは約6.5メートル、定だまり図で、港南最大の湖石となり、具体的には、痩せ、しわ、ろう、通るなどの特徴を持つ。身部の周辺には、カンクモ沼やティンガイウ格などもまた建造され、すべてが石を称するところとして、おのずと一組の命を成している。その中のカンムリクモロウは、地勢が比較的高く、 その上に登れば前園の風景を一望することができ、また虎球を遥かに見渡すことができる。廊下には上古の魚化石がある。都名の北の部分は広い桃、李、竹、杏図等の樹木で、また市村にはどうや藤の棚があり、残りの部分は盆栽園となっており、田園の意味をすこぶるくする。また、市村の西は、円林の西の部分となっており、 南北に狭く長く土山をもって主となしており、自然の風光を体現している。山上にカエデの木が林をなしており、その北には小川の流れが曲がりくねり、小川に臨んだあずまヤは活発地と名付けられ、至るところに植えられた柳の木と隔て入れる一つの桃園を小うと呼ぶ。ありがとうございます。